い、美容室、山越元です。今回はピップ&メリーさんの締めパフェに来てます。こちら男2人で締めパフェしてます。札幌の美容室に展開されてる、僕が尊敬しているですね、清野さん、何店舗かやってるんですけども、東京にもそう表参道ですね、1店舗あります。そう、表参道にもあるんですよね。はい、ありますね。質問が結構来てたのをちょっと今日まとめて考えてみようかなと思います。 YouTube いつも拝見してます。後藤さん、美容室の値段ってどうやって決めてますか。清野さん、どうやって値段決めてますか。美容室の値段結構違うじゃないですか。安売りサロンもあるし、高いのもあるし、なんかモデリングして決めた。大体自分たちだったらこれぐらいかなっていう金額が、自分たちの今のレベルに対してだったりとか、うん、前の行ったお店とかは関係ないよね、したらね。あ、でも前の行ったお店の値段設定とかも結構携わってたりとかしたから、それは流れで、そうそうそう、その流れだったところで単価高くて、でスタイリストさんみんなじゃんじゃん売り上げ上げてるんですよね、うん、ここのサロンは。そういう人をたくさん育ててるのがこのセールス。サロン結構その中心部に出してる家賃とか固定費結構高いと思うんですけど、決めるの難しいよ。希望価格みたいなところはあるよね。多くの人たちをやってあげたいっていう気持ちもあるし、自分たちの技術に価値を感じてほしいっていうのもあるし、東京も同じぐらいな。表参道でカットしたら7000円ぐらいかな。やっぱりそこの土地の値段は、まあ、多少やっぱあるよね。そうね。だけど、まあ、東京だったらもう完全に一人やるから。ああ、そっか。そう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 。その分の、ね、アシスタントも何も使わずに全部最初から最後まで出させてもらうし、自分の技術が例えばカラーリングとかで、ね、1時間だったのか2時間だったのか、またまた、ね、3時間かかる、ね、やり方をしてるかによって多分価格が変わってくると思うから、まあ、安くしてるとこなんかはね、結構カラーリングだけで来たお客さんとか30分で返すとか聞いたことあるから。どうやってやるの。重いの。いや、なんか放置本当に10分もしないって。え、シャンプーしないの。で、シャンプーする、シャンプーする。え、すごいですね。カラーだけで来て3000円とか3000円みたいなところがあって、でしかもアシスタント使ってるわけじゃないから。そうだよね。だったらやっぱり時間単価って考えたら1時間もかけらんない。めっちゃ忙しいね。30分ずつ入ってたら手回んなくなりそう。そうね。自動シャンプーないとちょっときつい。そうね。洋学校を卒業して下子も活躍できるようなところも彼作ってるんで、だから値段がこう段階式になってるよね。うん、バックさん、お、ガクさん、真面目な対談になってます。真面目です。ガクさん、お久しぶりです。お久しぶりです。美容学校卒業して1年目でも、1年経たないで自分のお客さんできるシステムなんでね。カラーリングでね。それすごいよね。それ楽しい。そうね。僕の時なんかカンプ以外してなかったけど。そうだね。その時は本当に。値段を上げるのは別に急がなくてもいいかなと思うね。お客さんが多くなってきて、自分の価値が、まあ、需要があるってことは価値が上がってるってことだから、いいことよ ね。その時に初めて自分の価値が上がったって言ってたな。今考えた。いやいや、結構前から考えてる。っていうことでちょっと上げてみたり。それいい答えだね、確かに。のが適正かなと思うかな。はい、いつも動画を見てます。後藤さんみたいに早い仕事ができないのですが、私はゆったりお客さんを担当したいんですっていう人がどうですかっていうのがあるんですけど、まあ、ゆったりするのは悪いことじゃないと思う。そうね。ゆっくりやれた方がお客さんも前にいらっしゃる。ゆっくりする方が髪傷んだりすることもラッキーにしてもらうとね、時間、まあ、パーマとかね、そういう部分に関しては会社の損失になるんだったら別だけど、まあ、自分の給料はこれぐらいでいいですと、会社側が提示してた、もうこれぐらい稼いだら、これぐらいお客さんやってくれたらこれぐらいですよっていうものに対して、いや全然いいですと、私はこれぐらいの給料でいいので、これぐらいのスタンスでやりたいです、それがお客様に望まれてるんだったらいいんじゃない。お客さんが望んでないのにゆっくりやられてもさ、そのお客さんの価値観で、今ってゆっくり やってもいいシステム。うちはやっちゃダメなシステム。ああ、そっか。カットとカラーリングで2時間。皆さんカットとカラー何分ぐらいでしょうか。皆さんどれぐらいでしょう、カットカラー。それで3時間とかかっちゃうとちょっとお客さんも貴重な時間作ってきてくれてるから、いつも動画を参考にさせていただいてます。後藤さん、いつ寝てるんですか。たまにありますね、これ。
一日の時間の使い方、興味あります、体調を崩さないにしてくださいねっていうことなんですけど、そもそも後藤さんに対しての質問だから、それ後藤さんのね、いやいや違う違う、いや朝は7時半に目覚ましかけて、うん、7時半かな、そこから平日3日間だけちょっと家で仕事してるんですよね。朝7時半に起きて、そこから12時ぐらいまで仕事をし、家で在宅の仕事を別のして、ちょっといろいろな広告とかいろんなことやって、でそれからサロンに出てるのが平日です。でサロン営業して、で夜撮影とかして、で終わるのが大体12時とかで、帰ったらご飯食べてる間に撮った動画のデータをパソコンに入れといて、で飯食って、食い終わったら編集して、2時に寝るです。でも変わんないかな。え、それじゃない、だってもう何もあれでしょ、手放して大丈夫だから。いや、だからずっと寝てるんだ。寝てたよ。寝てない、撮影してるもん、朝だって明日朝から撮影って結構ある。うん、あるある。大体朝撮影の時って朝何時からですか、最長早くて。うちのスタッフたちが8時やから、8時から毎日練習して、練習して、練習してとか、モデルさんは朝8時に来て仕込みして、で撮影するっていう場合は大体8時半から9時ぐらいに、8時半から9時ぐらいから撮影スタートだから、カメラマンだから、カメラマンで行って、菅野さんがカメラマンで、スタッフのやつを撮ってあげて、そうなるほど。でスタッフが朝から LINE で、まあ前の日の夜とかに LINE で明日練習見てくださいっていうのが入ってきたりとかするから、うん、その時は大体朝8時ぐらいに、8時過ぎぐらいかな、うん、スタッフが用意できてる時間ぐらいに行って、で、ね、練習見てあげてみたいな感じかな。で夜は早いね。朝早い。夜は夜でなんだかんだね、いろんな仕事もあるけれど、あんまり最近は夜は撮影とかはしないから。夜は物件探しでしょ。不動産屋みたいな、そんなことない。そんなことない。でもいろんなことやってるかな。うん、忙しいよね、やっぱそんだけ出店ね、行ったりとかするから、やっぱり、ね、結構大変だよね。まあね、出店はエネルギー使うからね。新人の子とか入りたてのさ、1年目の子とかってどんな感じなんだろうね。8時朝8時に行って、8時から朝、まあなんか練習して、で、営業して、営業して、夜は これから入る子たち、新入スタッフたちが指導をやってくるんです。まあ、本人たちが、まあ、要は1年生だから、自分たちが入る前にもそういうことをスタッフたちがしてくれてたから、そういうことをしてくれてるから。夜はじゃあ指導になるから、帰るのはじゃあ10時とか。そうだね、それぐらいかな。休みの日も結構練習してるんですか。休みの日、火曜日が定休日なんですけど、だいたいお店行ったら練習してる。練習してる。すげえ、モチベーション高いっすね。超モチベーション高い。強制は絶対しないしね、してなくても何も言わないし、だけどなんか、スタッフ同士が仲良すぎる。営業終わった後もいつも一緒にいるし、休みの日もいつも一緒にいるし、あ、じゃあ休みの日会った子たちはどっか一緒に遊んだり。いや、そう今スタイリスト、アシスタント関係なく、なんか30代も20代もみん なんか遊びに行ったりとかしてるから。じゃあいい。俺の時はそんなことなかったもん、ね、みんなでじゃあ温泉じゃないけど日帰り温泉行くかとか。あ、でもね、そういうあれは温泉行ってる、アシスタントとスタイリスト羨ましいな、いいですね。一緒にサウナ入って、水風呂入ってみたいなことやってる。いい関係ができてる。そうですね、練習っていうのが義務じゃなくて、なんか自分の中で、まあ、やりたいことの一つ、まあ、趣味の一つで、趣味で、その後じゃあ練習した後お店に行こうぜ的な感じの、まあ、社会人サッカーが早朝練習してるみたいな。じゃあ本当好きでやってるの。あ、そうみんな好きでやってる、強制はしない。素晴らしいですね、そんなスタッフたちがいるのと。そうね、ありがたいね。そういうスタッフたちが清野さんのところはすごいいます、たくさん。どんどん規模を大きくして怖いぐらいです。うちも食われちゃうんじゃないかなっていう感じですけどね。大丈夫、ことにはいかない。今長野の美容室で働いているですと。で東京に出たい気持ちあるけど、お金が家賃とかね、お金かかるんでどうしようか迷ってますと。後藤さん以前東京にいたというブログで見ましたけど、東京出ることどう思いますかってのを来たんですけど、最初14万だったの給料。14万で8万9万ぐらいの家住んでたかな。学芸大学で結構きつかった。ローン地獄になった。カードで
キャスティングしまくって。どう東京に出るのってどうだ、長野から出たいっていう人が。町は町で刺激があるし楽しい、単純にやっぱり今、ね、表参道の、ね、ど真ん中にあるんだけれども、やっぱり、ね、出勤してる時は月に1回から2回ぐらい行って出勤してるので、やっぱりその時にお客さんとかやったりとかするとやっぱり楽しい、行った方がいいのかな、したらこの人は長野から出た方がいいから、お金困ってるけど悩んでんだったら1回出ればいいんじゃない。それこそ後藤さんみたいにキャッシングしてさ、いやキャッシングはしない方がいいですね。でも資した分しか返ってこないわけだから、うん、だから今も別にいいと思うんだよ。分かった、安い家を見つけろってことだね。もう出た方がいいということで、長野でいるよりは出ましょう。東京に出てキャッシングしまくるって、いやどうにかなるんだよ多分、うん、どうにかなる、どうにかなる、どうにかなるらしい、うん、どうにかすると思う、どうにかする、そうだ、それ言っちゃえばどうにかなる、行きましょう、長野から。今度カットしてほしいなと思ってます。私今私は夜の仕事をしながら、美容師してます。もちろん美容室側には言ってないみたいです、内緒です。体力的に厳しいのですが、スタッフが少なく休めなく、近くに良い美容室がなくて辞めようか迷ってます。ダブルワークしてる人、うん、夜の女の人ですね、うん、そう、あ、はい、夜の仕事をしてる、うん、これ難しいですよね。もうね、でもさ、夜の仕事してたらどうなの、うちの店、うん、それは NG、 いや、それってしてる時間、暇ないか、あれじゃない、まあ、いや、もしかしたらすごい高額のお金が必要となってんだったら、あ、じゃあ黒原さん、恐れます、そうじゃなかったら多分医療性がある責任かなと思うし、あー、そっか、給料が少ないんだ、少ないから、あー、そっか、給料が少ない、給料高いところに行った方がいいんじゃない、近くになかったらちょっと困ってこう、そうだね、この地元からね、出れないのかもしれないけど、あ、決めた、給料安いんだ、やべ、どうしよう、急に言いました、これはちょっと出た方がいいということです。適当に何さん、どのボリュームで行きますか、そう、今スタイリストなんですけど、目標がなく辞めたいんですが、オーナーと2人なんで言いづらく、お父さんは辞めたくなった時ありますか、あるよ全然、僕胸ぐらつかまれたことありますよ、お客さんに、本当今思うと本当、カラス山の、東京のカラス山の1000円カットで働いた時があって、あの派遣美容師って東京あるんですよね、B キャリアとか、なんかそれでいろんなところ行けるんだけど、そこで、バリカンで刈り上げしてたの、おじさんを、そしたら、そこの人、ハサミで刈り上げするみたいで、沖縄村からこっちに刈り上げて、なんか、保水技使ってんじゃねえ、小僧って言われて、もうそこから、判別会議、一回外出る。やめようと思って。おっさんに胸ぐらつかまれ。でも1000円カットなんでしょ。これ1000円カット。1000円カットだけど、そのハサミで。そう。でそこの僕がそのたまたま行ったその日の、その行った時のそこの女の人なんだけど、すごい刈り上げ上手な人なんで、その人ハサミで全部やる。1000円カットだ。その人じゃなかったからかわかんないけど。バリカン使っただけで怒られちゃって、俺はちょっとね、じゃあ普通の料金とか行ってくれよって。いや、こっち側のね、行けるとしてね、ちょっとね、検証になっちゃうね、あんな1000円かって、ね、10分1人やんなきゃいけないよね、そう、検証になるわ、刈り上げしてたら体壊す、体壊すか、体壊す感じ、あ、いつも一緒に辞めたくなることはね、辞めたくなったことある、
や転職なんかやっぱりねアシスタントにも給料が少ないとかそういったね言っていたいろいろやっぱり家庭の家庭的にもね自分の時間のことを考えた時に大丈夫かなと思ったら逆のこと言った方がよかったでもやめようって思ったことない一回もない一回はでしょない本当にないない勝ち、うん、勝ちすげえ一回もないんだうん一回もないいや、この質問した人がさ男か女かわかんない泊まりの人は女の人かな女の人かなるほどねやめようかなっていう、うん続けてたらいいことあるけどね全然書いてなかったいや、なんか思うけど単純に男の意見今、僕は35歳でしょ5歳より若いですけど35歳ですよ、ね、35歳で、でいろんなね、お客さんたちお客さん、子供とかで、小学校から来てる子とかもう成人してたりとか、まあ、成人とかお母さんになったりとかする子たちもいる要は自分よりも一回り二回りの若い子たちで、普通だったら自分の同級生とかもそうだけど、なんか女の子と喋りたいみたいな飲んでたりなると、ね、みんな話すでしょ。うん、で、ね、キャバクラ行こうぜ、アルツバイ行こうぜ、なるじゃん。どうせ入らない。なんない。多分、日常的に作る。違うもんね、目の次4回くらいですよ。そういう気持ちでやってないけど、まあ、女性が来るやつ、うん、女性好きだし、女性が好きだから可愛くしていたりそんな人たちと毎日、ね、飲んでくせるんですよ。ちゃんと音で書いて、カフェに行ってもらえるかもですよね。育てられて、ケッケッケしてるよりも、本音で話してくれて、本音でぶつかり合うし、ね、女性たち、しかも上から下まで。でも世の中のおじさんたちってお金出して嘘偽りとか話をされるでしょ。逆にどういう人が来たらみんな全部言ってくれるよ。いや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 、その嫌なお客さんのこととか、いやそうですね、結構暴露してくれる。リアルにはそこまで話せるわ。そうそう、確かに。だからそれはね、世の中の人たちね、まあ僕は札幌で、で、もうススキノが近いけど、ススキノがあんなにね、ギラギラギラ輝いてるって、要はいい大人の男が、ね、あのお金落としてるからでしょ、うん、ってことは、お金払ってるのを話したいって言ってた。俺たちお金払ってもらって、こんな人たちと話したでしょ。考えたことなかったな、それ。そなるほど、さすが、エロ代表。エロとキャンパじゃなくて、男と女の観点から言うと、うん、ね、そうだね、そうだね、そこで話、うん、そう、確かに、うん、だって、末野さんって言って、ね、来てくれる10代の子たちもいるし、大学生とか専門学生の子たちもいるし、ね、可愛かったしさ、うんで、ね、話したら90分で、ありがとうございましたって言ってお金もらうわけじゃん。そうです、そうです、はたやね、すすきののおじさんたちはね、わざわざ設計をやって、ね、最後ね、何本も買って帰るでしょ。多分ワンセットね、1時間でうちらだったらカットぐらいしか見てない。ワンセットで何や、何万も取られるの。うちらはこれもらってワンセットしてるじゃん。そう、わかんない。そんな感じかしね。ある意味そうそう、だからさ、その観点から言ったとしてもこんな得する仕事ないでしょ。頑張ろう。なるほど、そっか、それ気づかなかった。確かに、だってたかが1時間、2時間話したけど何も払ったでしょ。払ってると思う。でも
お金払いたくないような、ね、そういう観点なかったの。お金、むしろお金普段払ってるような人たちが自分たちのところに来てくれて、でワイワイキャッキャね話して本音で話をして、でお金を払って、あ、そうです、その楽しそうで、しかもそれがね、やっぱりね、お客さんの付き合いが長くなる、長くなるほど、ね、もう親密な話になるし、ね、まあ、家族がどうとか、ね、彼氏、旦那とか子供がとか、なんかそういう中で自分の生活にメリットがあるような話もしてたりするわけで、うん、たまに、うん、だから、なんか得することがあっても損することがないな、お客さんの話、ちゃんとした話って。なんかそのお客さんの貴重な話も聞けるし、人生も一緒に、ね、お客さんの人生を見れるっていうか、うん、そう、なんか共に経験してるような気になる。まあそうだね、いろんな人いるしね。多分いいおじさんたちってみんな若い女の人たちと話すことってまずないし、自分の娘にさえ嫌われるし確かに、うん、だから絶対にお金出さないと話せないような人たちと日々過ごしてるっていう違う目線ね。違う、めっちゃ違う目線だよ違いすぎる目線が。なるほど、そうか、この質問してくれた人は女性だから、女性だからちょっとね、よく見られる、女性だからあれだけど、まあ、そう考えたら他の仕事よりも、うん、やっぱ面白い接客業でね、うん、そう考えると、そうそう、なんかいろんな人の物語見てるみたいな感じで、しかも自分は男で、そしてお客さんは多くの人たちは女の人、うん、っていうことは、ね、そうだね、やっぱり男である人は女性が好きだから、うん、多分僕まで違う人もいるけどね、やっぱりだけど、だからこそ、ね、好きな人たちの人生を歩むみたいな、卒業的になっていうことができたとしたら、俺はそれだけで幸せだなって思うか、そうやめたいなんて思わないのか、もう全く思わない、みじんもってことない、この仕事を辞めたとしたら、だって俺今34時まで友達たちいるな、結婚してないやつもいるけど、ね、女の子とために話すって言ったら変わらずなって言うんだもんなって、そうそう、そこ行こうっていうのね、確かに、そうだ、ね、そうそう、結構内田さん4人で集まるメンバーがいて、絶対そういう風になんないの、なんない、仕事の話以外しないもん、集まってお姉ちゃんのお店行くなんてなったことない、一回もないもんね、確かに確かに何回か言ってるのそうだね、貴重な話は確かに聞けるな誰に時間かかってるでもなかなかこの、ね、あの本当腹割って話してもらって、その人の人生に携われる仕事あんまないから、やめるのもったいないかも、人間パフェだよ、女の人だとしてもね、うん、その人が女の人だとしてもしてもね、うん、だからいろんな男の人見れていいかもしれない、逆にあこういう人はこうなんだなとか、うん、逆に目が養われるかもしれない、そう考えたら、そうだね、うん、ね、美容師のこう女性の人って、女性スタイリストって、ね、目が養われるから、結構根気遅れるよね。ああ、確かにみんな出産とかも遅い人が多いけど、うん、うちの子でやっぱりもう男性のお客さんいっぱいついてるような子がいるけど、最終的にお客さんと付き合うのかな、いや、どうなんだろう、とりあえず、モテるんだよ、モテるんだけど、なんか結婚の手の字もない。しちゃってんそうかも、まあ、お給料もちゃんともらってるし、仕事を…まあ、まあ、電撃みたいなのあるかもしれないし、まあ、彼氏がいてっていう感じもあるかもしれない、彼氏もいない、お客さんと結婚した人いる、あ、いるいるの、いるいる、お客さんだよ、うん、まあ、男でも女でも男、男のスタイリストでお客さんと結婚した人、そう、うん、いる、すごいね、うん、お客さん、お客さんと普通にその接客の中でそういうのになったら出会うの、だとね、あのまず事前に俺に話がそれまくってるけど、話それでももうその話関係ないから、そっか、でも事前に相談があったら言ってましたよ、あ、ちゃんとしてるでしょ、そうだな、ね、俺の社長
実はお客さんで決め場でかなって気になるってでもサブさんこの前決め場で行ったらしいですよ、確かに。あ、じゃあもう行かねえかな、すごい話してる時が。